京成2 J1 昇格をかけた熱き戦い、 J リーグディビジョン2全44セット長い長い戦いが今始まる。去年 FC 東京と J1 の座をかけてデッドヒートを演じたトリニータ、得点も陣のはいませんが、多くの新勢力を加えホームでの開幕を迎えます。対するはモンテディオ。前半11分、トリニータはフリーキックのチャンス。シジクレイのシュートはバーを越えます。再びトリニータ、前半34分、カジのクロスにバルディネ合わせますが、これは右に外れます。39分のトリニータ、シジクレイのパスを受けてバルディネ、ミドルシュート、しかしこれはキーパーの正面。トリニータ攻めながらも0対0で前半終了。後半2分、右サイドを破った大分、クロスに合わせてバルディネのヘッド、これが決まって1対0、トリニータようやく先制点を奪います。14分、さらにトリニータ、バルディネのパスを受け、カジがミドルシュート、豪快にヘッドに突き刺さって2対0、トリニータリードを広げます。さらに32分、カジがまたも右サイドを突破、中央で竹村が粘り、再びバルディネ、トリニータ勝利を決定づける3点目をゲット。1点でも返したいモンテディオ。40分コーナーキックに西山ヘディングシュート、これがゴール左に決まって3対1、モンテディオ意地を見せます。結局3対1でトリニータモンテディオに快勝。去年の悔しさを胸にトリニータ上々のスタートを切りました。まさかの J2 降格となったレッズ、対するは JFL から昇格したホーリーホック。両チームとも初めて踏む J2 の舞台、1万8000人のサポーターが詰めかけた駒場スタジアムで一足早い開幕を迎えました。最初のチャンスはホーリーホック、前半8分スペースを駆け上がった北島ミドルシュート、惜しくも左に外れます。30分、レッズが先制、小野の個人技から中央へクロス、これを阿部が合わせてゴール。今季アントラーズから移籍の阿部、レッズに先制ゴールをもたらします。新キャプテン小野を中心に気合を入れて後半へ。11分、左サイドを破った阿部のクロスから福永、そして小野がシュート、レッズこのチャンスをものにできません。一方的に攻めるレッズですが、最後の詰めが甘く追加点を挙げられません。16分のこのプレーも福田が外してしまいます。しかし23分、レッズようやく追加点、右からの折り返しにピクンがヘディング、跳ね返りを再びピクンを押し込んでゴール、これで2対0。意思を報いたいホーリーホックは後半ロスタイム、フリーキックから矢野マイケルのミドルシュート、さらに渡辺、しかしこれは滝田がスーパーセーブ。このままレッツが2対0でホーリーホックを破りましたが、1万8000のサポーターにとっては不満の残るゲームとなりました。鳥栖スタジアムで行われたサガン対コンサドーレ、去年は今一つ波に乗れなかった両チーム、今シーズンはどんなスタートを見せてくれるんでしょうか。
今シーズンから生まれ変わった湘南ベルマーレ、ホームにベガルタを迎え再スタートを切ります。前半20分、そのベルマーレ、田辺がミドルシュート、これが決まった1対0、ベルマーレ先制。続いて29分、ベルマーレコーナーキック、混戦の中平井がふわりと上げたボールを高田がシュート、これで2対0。ベルマーレはさらに32分、ロングクロスに合わせてサナブリアがヘディング、これがネットを揺らして3対0。押されっぱなしのベガルタはここでチャンスを迎えます。藤吉のパスから伊藤卓がゴール、3対1とします。ベルマーレは後半41分にも松原が決めて4対1、ベルマーレ快勝です。大宮公園サッカー場、オレンジ対オレンジの対決、昨年6位のホームアルディージャ対昨シーズンは開幕ダッシュで首位を走ったアルビレックス、先制はホームのアルディージャ、38分新加入ジョルジーニョ決めて1対0。後半に入って14分、アルビレックス追いつきます。マンツーからナルオが決めて1対1同点としますが、そのわずか2分後、右サイド駆け上がった上浦、技ありループシュート、決まって2対1、これが決勝点となり、アルディージャホーム開幕戦を勝利で飾りました。さあ開幕戦の結果です。レッズ初戦も無失点で飾っています。コンサドーレ4対0と好調な滑り出し、アルディージャ、ベルマーレ、トリニータと勝っています。さあ順位表です。コンサドーレ首位、その後ベルマーレ、トリニータ、レッズが追いかけます。ヴァンフォーレは次節からの開幕。代わって得点ランキング、コンサドーレエメルソンいきなりのハットトリックで首位、トリニータ、バルディネ2点で追います。さて第2節のカード、ヴァンフォーレ対コンサドーレは3月20日のキックオフ、その他のゲームは3月19日日曜日の開催です。注目はベルマーレ対レッズの対決。速報 J2、 次回はそのベルマーレレッズ戦を中心にお送りします。